名前は渡辺優衣です。年齢は今年21歳で、入学する学科は工科基礎科になります。今日のコーディネートは、私はサーカスとかピエロが好きなので、それを意識してピエロっぽい付け襟だったり、サーカスっぽい柄で、と青とか寒色系が好きなので、そういう色でまとめてみました。帽子がレプレッションという帽子屋さんで買って、付け襟がシーロンというブランドで、ジャケットがアールヴィンテージという古着屋なんですけど、そちらで買って、スカートがラフォールに入っているエルシーというブランドで買っています。靴は古着で、バッグがサマンサベガのものを使ってます。私はもともとアイドルが好きだったんですけど、そこから服に興味を持ち始めて、文化服装学院の卒業生の中島さくらさんをインスタグラムで見かけて、そこからだんだんファッションを好きになっていきました。将来の夢はコスチュームデザイナーになって、いろんな舞台やアーティストの方の衣装を作りたいなと思っています。私は約2年間社会に出てから入学したので、やっといよいよ夢に見た文化服装学院に入学ができたので、全力で頑張っていきたいなと思います。戸郷まといです。入る学部はファッション工科基礎科です。これがヴィンテージショップで買った古着です。でこれがフォーエバー でこれがイノイエディションっていうスカーフで、すごいこれが一番高かったです。バッグがコーチ でこれがディッキーズで、じゃあエアフォースです。でアクセサリーとかはヴィンテージが多くて、でこれビビアンのつけてます。アクセサリーはもうずっと日常からお風呂入る時もずっと欠かさずつけてます。日本で一番のファッション専門学校だからです。私今までファッションに興味なくて、なんかでもデザインとかそういう絵を描くの大好きだったんですよ。それがなんかどんどん服になんか影響して、なんか人と同じが嫌だなって思ってきて、すごい色使いとかも結構意識するようになったし、芸術とかもめっちゃ興味あったので、それを服にどんどん影響しちゃったみたいな感じです。将来の夢はデザイナーになることです。なんか電車乗っててめっちゃ緊張してたんですけど、その渋谷からその新宿行く時に、そのお母さんに感謝だなって思って、こんなところに通せてもらってるんだっていう、そのなんか感動の方が大きくなっちゃって、なんかお母さんありがとうございますって気持ちです。名前が宿谷優作で、ファッション流通家です。今日はこのベルボトム以外全部古着で、でシャツがデッドのフリルです。でジャケットが古着のリメイクのジャケットで、アクセサリー類も全部ヴィンテージで、ワンピースも70年代のワンピースで、ベルボトムが渋谷の DD っていうベルボトム専門店のところで買いました。でブーツが70年代のジャスティンっていうウエスタンブーツです。きっかけは、シンプルにちょっと上京したかったのと、あと北海道の服飾って言ってもそこまで人数いなかったりするので、ちょっとでかいとこ来てみようかなみたいな感じで上京しました。ファッション好きになったきっかけは、割ともともと周りの目を気にする感じの性格なので、それでちっちゃい頃から割と好きだったんですけど、古着は高校入ってから札幌の古着屋で買い物をし始めてからどっぷりハマりました。将来は大きく言うとスタイリストなんですけど、割と有名な雑誌のスタイリストとかになれたらいいかなと思ってます。いや人が多くてちょっと上京した手にはきつかったですね。いやでもなんだかんだ慣れてくると思うので頑張ります。山田夏希です。ファッション工科基礎科です。今日はこのレインボーパニエのスカート
が一番のポイントで、あとこのエリーちゃんのネックレスなんですけど、文化の先輩の方が作ったネックレスです。で、あとはずっと欲しかったこのカバンなんですけど、やっと入学式に使えるようになりました。江藤ゆり子さんのブランドのものです。あと靴もキラキラでお気に入りです。どうも、なんか文化の在学生の方たちに憧れてるっていうのがまずあって、で絶対文化に入りたいっていうのもあって、あとはもう卒業生の方もたくさんのデザイナーさんがいたりとか、もうそこにも憧れがあって、で上京したいのも決まってて昔から、それで文化を選びました。でも本当幼稚園の頃からファッション好きで、お母さんが好きだったのも結構大きいんですけど、もう昔から派手な格好ばっかしてました。それで服デザインしたいって思うようになって、でファッションもスタイリングも好きになって、で今こんな感じです。将来はデザイナーになりたくて、ファッションデザイナーになってブランドを立ち上げることが夢です。本当に今日まで緊張してて、ちょっと友達できるかも不安でだったんですけど、もうみんな優しくて明るくて、もういい子たちばっかで3年間楽しめそうです。なので良かったです。鎌形和樹って言います。でファッション工科基礎科に入りました。今日はもう髪型目立たせるために黒黒でちょっと控えめな感じにしました。ブランド靴がジョージコックスっていう靴で、あとはもうほぼ古着屋で買いました。なんか服作りたいなと思って、でやっぱり調べたらやっぱ文化が一番いいって出たんで、まあ文化入りました。音楽が好きで、その音楽調べていくうちに、その人が着てたファッションとか見てて好きになりました。将来はデザイナーになりたいです。いっぱい人いたんですけど、まあ、一番俺がかっこよかったなっていう感じですね。伊藤優です。ファッション流通家です。身長が高いので、それを活かせるような感じにしたいなと思って着てきました。なんかマツコ会議で学生さんが出てらっしゃって、それでちょっと母に勧められたりとかで興味を持って選びました。なんとなくおしゃれして出かけるのがずっと好きで、小さい頃からもうそのまんまって感じです。将来は着てる服、私が服を着てるのを見て、あ、これ欲しいっていう風に思ってもらえるようになりたくて、モデルさんとか、あとはショップの店員さんでも服を綺麗に着れる人になりたいなって思ってます。すごいおしゃれな人とか個性的な人とかたくさんいたので、それに刺激を受けて視野を広げられたらなって思います。麻生宇大です。二部服装科に今年入学しました。田崎敦弘です。工科基礎科に入学しました。今日はリメイクしたコートをメインに考えてて、でバーバリーとおじいちゃんからもらったコートをドッキングしたコートでスタイリングを組んでみました。自分はまずこのジャケットを、エレファントで買って、でそれに合わせて生地を選んでスカートを作って、靴とバッグを、色を合わせてネクタイと眉毛でなんか補色的な感じでやりました。自分は去年看護学校に1年間通ってたんですけど、本当に自分が何をやりたいかって考えた時に、服を作りたいっていうような考えを持って、でせっかく服飾で学ぶなら一番最先端のファッションを取り入れてる文化服装学院で学びたいなと思うのが留学のきっかけです。自分は今19歳なんですけど、一回大学に行って、で高校の時から本当は来たくて、でもコロナの影響で来れなくなって、でもやっぱり来たいっていうことでお願いして来させてもらった感じで、ずっと来たかった学校なんで、やっぱ入学できてすごく嬉しいです。
自分は友達におしゃれな人がものすごく多くて、そういう人たちと一緒にいたらなんか気づいたら自分も服に目覚めてて服楽しいです。自分は中2くらいの時に女の子と初めて遊び行くってなって、でその時に服ないやんってなって、でそこからなんかどんどんハマっていって、気づいたらすごい好きになってて楽しいですね。一応今はデザイナー志望でやらせてもらってます。自分もデザイナーって考えてて、でも1年間でいろいろ模索して、まあ、自分に合った職業を見つけていきたいなと思ってます。やっぱ服飾界でも有名な文化服装学院で入学できたこととても嬉しいと思います。頑張っていきます。やっぱりこの文化服装学院入学できたことは、やっぱりいろんな方々の親だったり友達だったりいろんな人の支えがあってのことなので、その人たちの期待を裏切らないように頑張りたいと思っています。園田彩織です。入学したのはファッションコード専門科です。今日はフリルが好きなので、あるジャケットに自分でフリルを切ってつけた形です。ブランドは、靴はミキオ坂部さんで、髪型は結構地元にいた時から変わらないんですけど、私クラゲが好きで、でその髪型にしたいなと思って、最初は全部後ろもこう段々になってたんですけど、髪の量が多くて、で後ろだけ切って、でここだけ残して、髪の色は昨日染めてもらって、この衣装と合わせていい感じに仕上げてもらいました。入学したきっかけは、雑誌、好きな雑誌があって、その雑誌を作ってるところが文化だったので、もうそこしか考えてなかったので、はい、きっかけは小さい頃からよくぬいぐるみの服を作ったりとか、衣装とかが好きで、そういうのがきっかけかなと思います。将来の夢はファッション系の仕事に就きたいなと思ってるんですけど、特に詳しいことは決まってなくて、今は衣装の仕事に携わりたいなと思ってます。結構課題とか不安面もあるんですけど、まあ、自分なりに頑張れたらいいなと思っています。メイです。チノです。ファッション流通科です。ファッション流通科です。今日はシンプルなんですけど、ちょっと大きい襟とか後ろのレースアップのところとかがポイントになっています。コムデギャルソンとノワール系二宮が好きなので、今日はそれを着てきました。体のラインを生かしたシンプルめな服装にしました。服飾学生になりたくて、その中でもやっぱり文化は一番有名だったので文化にしました。日本一有名な服飾学校に就きたかったのと、憧れのスタイリストさんが文化卒だったので文化に決めました。酒井武さんです。スタイリストです。同じくスタイリストです。いや、すごいドキドキするんですけど、一生懸命頑張りたいなって思います。課題多いって聞くんですけど、それも楽しめるような学校生活を送りたいです。野本裕太、ファッションコート専門科に入学しました。今日のコーディネートはですね、まあ、ほぼほぼ黒で締めてるんですけど、そこに青とピンクが混ぜ合わさってるような感じで、こっちはリメイクしたもので、他はシャツといろいろ組み合わせてサシで色を入れて組み合わせました。こっちのセットアップなんですけど、これは酔い方からって言って、文化服装の卒業生さんのブランドになりまして愛用します。高校生で3年間、ジュエリーの方、まあ、触り程度なんですけど、そういう特殊な学校で勉強しておりまして、そこで、ファッションにつながるきっかけが生まれたんですけども、まあ、ジュエリーはまあ一部分なものもありますので、まあ、やっぱりそこから全体的なファッションのバランスを学びたいなと思って、まあ、今はデザイナーを目指して勉強中って感じです。それで文化服装学院に入ることを決めました。
小学生頃からジョジョの奇妙な冒険っていうのが好きで、そこからだんだんファッションの世界とかいろいろ知るようになって、こういう形のものかっこいいなとか、こういう色使い素敵だなとか、そういうものに見とれて、まあ、徐々に近づいてきたって感じですね。まあ、先ほどデザイナーというふうに話したんですけども、最終的にはブランドを立ち上げたくて、先ほどの話とは別になんか生き物が好きなんですよ。たくさんいろんな種類の生物を飼ってて、生き物の柄ゼブラ柄とかあるじゃないですか。そういうのじゃなくて、その生物の体を生み出す微妙なラインとか、そういうラインだったりとかをファッションに取り入れてブランドとして立ち上げたいなって思ってます。と今ですね、灰色ゲンゴロウっていう生物と、あとまあいろんな種類のエビと、あとリクガメと、あとフェレットっていう哺乳類ものと、あとオカヤドカリっていう陸で生活してるヤドカリと、あとはイワガニっていうカニを飼っております。今日の入学式で、いろんな方がスピーチしていて、気を引き締めないといけないなっていう気持ちと、まあ、あとワクワク感といいますか、これから本格的に授業が始まるので努力して頑張っていかなくちゃいけないなっていうふうに思ってます。宮崎陸でファッション工科基礎科に入学しました。今日はまあ下はシロっていうアメリカのブランドで、このドレスがリアメレイ、ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけど、イタリアから取り寄せました。バッグはフェラガモのバッグです。サングラス、ディオールのサングラスになります。はい、今日のイメージは、ちょっと宇宙人っぽい感じを出して、文化に入学しに来た宇宙人じゃないですけど、怪しさを出していけたらいいなと思って、全身黒にサングラスで来ました。文化に入学したきっかけは、将来やっぱデザイナーとして有名になりたいと思ったんで、そう考えていく中でやっぱ文化が一番いいなと思って入学しました。ファッションを好きになったきっかけは、アレキサンダー・マックイーンの昔のショーを見て、感動されて、そこからファッションを好きになりました。将来はデザイナーになって、日本だけじゃなくて世界で活躍できるデザイナーになりたいと思っています。やっぱもう皆さんすごい格好で、楽しそうな学校生活が送れそうだなと思ってます。